井上拓は日本の映像ディレクター。株式会社、井上拓仕事室代表。東京工芸大学芸術学部デザイン科卒業。大学卒業後はゲーム会社に入社していたが、1998年に MTV のステーション、ID コンテストに入賞したことをきっかけに、翌年、MTV ジャパンに入社。MTV ジャパンから分社化した PICS を経て、 2006年10月に独立し、東京を拠点として活動するフリーランスの映像クリエイターとして活動。2018年には株式会社、井上託仕事室を設立し、代表を務める。映像クリエイターとしては、CM やミュージックビデオなどのディレクターで活躍。実写や CG、アニメーションなどジャンルは多岐にわたる。ドラマ仕立てのメガボルトなどストーリーのある作品を、 得意とする。趣味の一環として紙粘土での立体制作も行っている。2018年秋頃、トムとジェリーに登場する猫のキャラクタートムがアニメ中で散々な目にあって変形している様を立体表現したものをツイッターに載せたところウェブ上で大きな反響を呼んだ。2019年開催の誕生80周年トムとジェリー1カートゥーンの天才コンビハンラバーベラでは 井上が制作した紙粘土をもとに様々な形のトムが展示されている。ありがとうございます。